はい、田中優作と言います。まあ、今グーニーズっていうお店を東京の明大前で新社カフェをやってるんですけど、今日もともとは、まあ、今もそうなんですけどプロダンサーとして一応活動してまして、まあ、二足のわらじ的な感じで今やってます。簡単に教えていただけたら。はい、まあ水タバコとか、まあ、フッカーとかいろいろ呼び方はあるんですけど、まあ、タバコの葉っぱに、まあ、蜂蜜とか香料とかで味をつけた、まあ、中東発祥の、まあ、タバコですね。で、ニコチン自体も軽いので結構非喫煙者の方も結構楽しめる、まあ嗜好品といえば嗜好品ですね。強みは、まあ、やっぱフレーバーの数、こうやっぱ僕は収集癖があるので、4年前にお店始めた時も、まあ、スタート180種類ぐらいのフレーバーで始めて、それでもまあ結構都内で多いって言われてて、でまあやっぱあれよあれよという間に今400種類ぐらいあるので、でなんかこうやっぱ日本一フレーバーが多いお店みたいなのも言ってもらえるようにはなってきたので、まあ、そこを逆に今意識しちゃったので、さらに美味しいフレーバーいっぱい集めて、まあ、自他ともにそういう日本一と言えるお店になったらいいなと今ちょっと意識してやってます。していきたいこと、もう東京の明大前でやってるグーニーズの雰囲気をのお店がまたこう同じように作ってみたいっていうのもあって、やっぱそこで起きるこう、まあ、スタッフ同士の連鎖だったり、 そこにこう絡んできてくれたお客さんとの融合というか、やっぱこう 1+1 が2じゃなくて3とか4になる瞬間がすごい好きなので、このうちがなかったら出会わなかった人たちが出会って何かが起きるっていうのは、まあ、その人たちの人生にこうちょっと少しでもいい影響を与えてるのかなと思うと、なんかお店やってよかったなとかって思う瞬間ではあるので、まあ、言ってしまえば別に C 社じゃなくてもよくて、ただ今はやっぱ C 社に僕は興味があるので、 C 社のお店でそういうのが増えてったらまた面白いかなとは。その水苑さんが、まあ、お店をこう畳むなり譲渡するなりっていう話が、昨年末から出ていて、僕も早めには知ってたんですけど、距離的な問題だったりとか、まあ、それこそ経済的な問題もまあありつつ、で元々行ったことがあるお店だったのでちょっと寂しい気持ちはあって、でもまあどこできるとも思ってなかったし、ちょっとまあ残念に思うだけだったんですけど、まあ、鹿児島に大学時代の親友がいて、まあ、そいつと一緒にその水苑さん行ったこともあって、でそいつから連絡が来て辞めるらしいよっていうのを聞いて、あそうだねっていう話をしてる時に、そいつがちょっと手伝うよっていう言葉がまず一個出たのがなんとかできないかなと思ったきっかけで、で実際そのまあ水苑さんにも連絡をして、で、まあ、鹿児島に飛んで話してこう条件面の話もちょっとさせてもらって、まあ、なんとか頑張れば、まあ、水苑さん引き継いでこのお店を残せるかなと思って、まあ、譲り受ける形にはなったんですけど、緊急事態宣言の延長っていうのが結構今響いてまして、水苑さん自体はもう運営していくのはもう決めてるので、まあ、頑張るんですけど、そこにやっぱこう向こうのスタッフの教育育成だったりとか、東京から、まあ、このスタッフの派遣だったりとか、まあ、そこがちょっと今大丈夫かなっていうのはちょっとやっぱ不安で、でまあ一番最悪なのはこう東京の店と鹿児島の店が両方共倒れするのが一番不本意なので、まあ、そういうちょっとリスクを、まあ、少しでも回避できたらいいなっていうところが大きいかなと。はい、お願いします。鹿児島に縁がちょこちょこやっぱあって、で鹿児島自体僕もすごい好きなので、まあ、天文館そのメインの繁華街に行ってもコロナ騒動が起きる前と今ってやっぱ様子が違って、でやっぱ話聞くとやっぱ100店舗ぐらい潰れてるっていうのも聞いてるし、でやっぱそれってまだ全然その事態も終わってないので、まあ、少しでもこう鹿児島にいいお店を残したいって気持ちもあるし、少しでもこう盛り上げるきっかけになればいいなと思うので、もちろんまあ支援はしていただけると嬉しいんですけど、なんかちょっとでもまあ興味を持ってもらって、まあ、こういうプロジェクトがあるんだってっていうのを拡散していただけるだけでもすごい嬉しいので、ちょっとでもまあ興味を持ってもらえるとそれだけで本当に嬉しいので、頑張る力にはなるので、はい、応援よろしくお願いします。
はい、正直このクラウドファンディングやるかどうかも悩んだし、実際やったところで支援してもらえるだろうかっていうところがもうむちゃくちゃ不安で立ち上げたんですけど、最初にポンポンポンとこう支援が入った時に、まあ、本当に結構こうジーンときたというか、なんだろうな、一人じゃない感がすごい あったので、本当に ありがとうございます。そう、なんか応援してくれてる気持ちに絶対こう応えたいので、まあ、そのリターンっていうのはもちろん用意してるんですけど、まあ、それ以上にやっぱ応援してよかったなって思ってもらえる店になるように、これからもやっぱ努力はし続けるし、あんま固くなるのは嫌なので、一緒にワイワイできたらなと思うので、乾杯しましょう。おごります。ありがとうございます。はい、じゃあそういうわけで今回、幕開けにて鹿児島の新車屋さんを残すクラウドファンディング保険で、優作さんにもろもろインタビューをしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。